小出さん、これからどれぐらいの数の作業員の方たちの同意が必要なんですか？チェルノブイリ原子力発電所の事故というのが1986年の4月の26日に起こりました。その時に壊れたのは4号機という原子炉一つだけでした。それをなんとか事故を収束させようとして様々な作業が行われました。その時には60万人から80万人と言われた軍人、退役軍人、労働者が駆り集められたのです。本当にこの今日本という国でそれだけの数の人が集められるのかと想像するとなかなか難しいだろうなと思いますし、福島第一原子力発電所の場合には3つの原子炉はすでに爆発しているわけですし、4号機もまだ危機が去ったわけではない、いまだにその事故が継続しているわけで、この事故をどうやってこれから収束できるのかということすらが人類が経験したことのないことに直面しているのです。これから何万人の作業員が動員されるのか、あるいは万の単位では足りないのかと、何十年に及ぶのかということもやってみなければわからないということだと思います。いかがですか、澤田さん。ですね、チェルノブイリと福島の違いっていうのがあると思うんですよね。というのは何が言いたいかと言いますとですね、チェルノブイリはそのまあよく我々が言うんですけれども、格納容器というものはなかったと。で、福島でも格納容器は一部破損しているのはこれはほぼ間違いないんですけれども、そもそも格納容器がなかったので、チェルノブイリの場合は当時爆発事故、爆発、まあ、核的な出力暴走っていうのをやってるんですけれども、そして水素爆発とかですね、それから黒煙も燃えてると。非常にその、福島も十分過酷な事故ではありますが、それに加えていろんなことが起こってたと。格納容器がないから、溶けた燃料がですね、まあ言ってみればその、いきなり剥き出しになった状況なんですね。ですから、どんどんその放射性物質が環境に流れ出てくる。それをまずは止めなきゃいけないということで、事故後1週間ですかね、主に何十万人とその投入されてるわけですね。その間の被爆というものは、それは凄まじいものだった。ですから、チェルノブイリの場合は、今、小枝さんおっしゃったように、初期に数十万人と投入してるわけですよ。1週間ぐらいの間。その間に、被爆戦死障害で亡くなった方が数十人いらっしゃるという。ことなんですね。で、私が言いたいのは、福島の場合は、確かに似たような状況まだあります。はい、つまり、炉心をね、最終的に溶けた炉心を、燃料を回収するとなると、これはすごくハードル高いわけですよ。その場合、じゃあ、よく言われるようにですね、そのロボットとか、そのリモートでやればいいって言うんだけど、そんな簡単にできる話ではないと思うんですよね。そうすると、そこを無理して、じゃあリモートでできないから人を使ってやるとなると、これはすごく、良くないですよ。その被爆管理点からですね。だからそれが、じゃあどういう形でできるかって、これがチャレンジですよね。さっき、まあ、レオン停止状態に対してもいろんな疑問とかですね、ご意見はあるんですけれども、そういう状態が保てる限りにおいて、まあ、言ってみれば時間的余裕があるわけですよ。ああ、まだまだ作業に取り組むまでに時間あるから。一応その冷却ループを回して、その蓋っていうのかな、隙間は一部空いてるかもしれないけれど、さっき言いましたように、1号機、2号機、3号機の中から出てくる、環境に出てくる放射性物質の量はもう格段に下がってるわけですね。そうすると、その冷温停止状態を続けつつ次の策が練れるわけです。次の策、今わからないけど、やりたいことは分かってるんですよ。やりたいことができるかどうかっていうところのその勝負ですね、これ。なるほど。じゃあ、地震大国の日本で危険度が高すぎるんじゃないか、どうしてやはりそれでも推進するべきだとおっしゃるのかっていうところで、東日本大震災をと津波を被った原発が福島第一第二だけじゃなくて、女川、それから東海ですか、あるわけですね。それがまあ地震で壊れた壊れないって話もあるんですけれども、地震に対する今回激甚な地震だったわけですけれども、によってプラントがどうなったかっていうことをちゃんともう一回福島第一だけじゃなくてですね、あの地域一帯にあった、十何基かあるんですけれども、つまり壊れなかった被災した原、
罰っていうのを調べれば壊れない、全然壊れてないわけじゃないですよ、うん、だから重要なところが壊れてるか壊れてないか、シリアスな問題を引き起こさなかった原発を見てみれば、はい、重大な事故を起こさない原発というのはこれからも成り立つんじゃないかという、そうですね、お考え。それで最近問題になってるのは、はい、とにかくこの、 20年ぐらいですかね、その地震に対する知見がどんどん増えてきてるんですよね、はい、活断層が、断層がどこにあるかとかですね、つまりですね、数年前に耐震のその、まあ、地震の強さっていうのをこう見直してですね、それに基づいて耐震補強してるんですよね。で、それが今回の地震と、それからどんどん、なんていうのかな、増えてきてるその断層のデータと照らし合わせて、妥当なのかどうなのかっていうのは、これはなかなか慎重な見極めをしないといけないと思います。で、エンジニアリング的な考え、工学的な考え方っていうのは、その条件がはっきりすればですよ、それに合わせたものが作れるという、そういうまあ、理念があるわけですよ、はあ、とかその時にお金がかかりすぎるかどうかっていう、まだ別の尺度入ってきますよ。小枝さんはこれ安全な原発はできるのかどうかというこの質問はいかがですか？できませんできません、はい、あ、そうです。例えば東海地方2号なんていうものを作った頃には本当に大きな東海地震が来るなんてことは予想もしないまま作っているのです。でほとんどその耐震設計もなされないまま作ってしまった。みんな同じですよ。要するに建てるときにはこうこうこういう条件で建てようということで設計して建てるわけですけれども、時が流れていくとやはりこれはまずいんではないかというところが次々と出てくるわけだし、小さな事故から今回のような大きな事故まで起きてしまうのですね。それはやはり人間というものがやることなわけですから、必ずそういうことは覚悟をしておかなければいけないというものだと私は思います。そして原子力というのはそんな覚悟ができるというそんな甘いものではなくて、途方もない被害を出してしまうものなわけですから、私はやるべきではないと思います。地震が本当にそんなに心配だったらですね、地震計感度を少し上げとけばいいんですよ。そうすると早い段階で、地震を察知して炉が停止する、要するに制御棒が入りますのでね、あとは冷やせばいいって話に移れるので、まあ、そういうふうに考えればいい。それから冷やせばできる、うん、それでね、なんでそこまでしてっていう話がありますけれども、はいはい、これはね、いろんな見方があるんですよ。ちょっと視点を変えると、まあ、お隣の韓国ってこれからどんどん倍ぐらいに増やしていこうとしてるんですよね。原発をね。で、さらに中国は、この先20年ぐらいで100基以上新設しようとしています。はい。まあ、そういう状況がありますので、日本はどういう、こう、そこに貢献が できるのかなというのは、私は積極的に関与していった方がいいと考えています。海外輸出という意味でも積極的に関与するべきだ。輸出というだけじゃなくて、じゃあ、安全な原子炉とはどういうものかっていうことに関してもですね、日本のその、今までの知見が生かせると思うんですよ。はい、小出さん、はい、私は澤田さんと正反対でして、韓国からも原子力をなくすべきだと思うし、中国もやってほしくないし、そのためにはまず日本が手本を示して原子力から撤退すべきだと思います。この議論で明らかになったのは、これから本当の事故収束に向けてどれだけ多くの作業員が被爆するのかわからない、また具体的にどんな作業をするのかさえわからないということです。おしまいに、取材に答えてもらった作業員の皆さんの声をもう一度お聞きください。例えばがんになる確率高い、白血病になるかもしれない、失明するかもしれないっていうことを考えたら、じゃあちょっとでも気休めでもなんかいい対処法があるのかなって、その書物漁ったりしましたもんね。でちょっとでも聞くようなことはやったりとかしてますけども、でそうやってでも紛らわしてないとやってられないっていうのもあるんですけどね。例えばがんになりましたとか白血病になりましたってなった時に、国はその作業員原発で働いててこういうことになったんですよっていうことを、例えばその認めてくれて、その例えば補助なりそのしてくれるのかなとかっていうところがすごい気になりますよね。なんとか、なんか少しでも、その、補助的なものをしてもらえたらなと思ってますけど。うちの子はテレビ見て、うちのかみさんがここで働いてんだよ、今ここにいんだよ、って言うと、
あのそこにいるんだって分かってたらしい。やっぱりあここにいるんだ、うん、4歳の子さん。でもな、仕事で行ってるって、仕事って意味が分かんないでしょ、うん、だからたまに帰るとディズニーランド行った後にここ行こうかとは言ってた。ここ行ってとか。あ、子供さんがね、が俺にもうそういう感覚だった、うん、だからもう全然分かってない、どういうところか、うん、だからもう離れたくないなと思ったけどね、逆にあの家からね、その時の、うん、誰も行かないから。実際お子さんいるとやっぱり後ろ髪引かれるところ、ね、うん、引かれる、うん、だから俺も今電話しないでしょ、極力電話しないんですか。うん、しない。どうするんですか。うん、全然何も、だ連絡ないことが無事だってことなんだぞってこと言ってる。そうですか、うん、電話しちゃうとなんかやっぱり、いや俺がなんか帰りたいなと思っちゃうからかな、うん、きついしね仕事はね。やっぱり放射能、放射線、放射能っていうのは一番、もうずっと付きまとえたら付きまとうからね、不安はあるよね。やっぱり言っとったから、うん、やっぱ危険やっていう風に目で見られるのが一番怖いね。冷たい目で見られるのが一番。でももし他の仕事をしとって原発行ってました、わかりました、じゃあ今回はやめましょうかなんて言われた時のこと考えたら、我はもう食ってかなあかんから、そんな時になんかほんまに、もし彼女ができたとしても俺が一等って知ってそれでさよならなんて言われるのが一番怖いよ。だ怖いよ。でもそれを隠した状態で結婚して、その時初めて言うたって言うて言うた時のこと考えたらね、ほんまになんぼ大丈夫やって言うても目に見えんもんやから、なんぼ数字で出したとしてもやっぱ不安は残るよ。だ不安残るからね、俺らは行ってきたって言うて自信持って言いたいけど、やっぱり言いたくても言えん、言って何言われるか分からんっていうのはそれが一番心配やね。福島第一原発で働く人たちの肉声、そこからこぼれてくる命を削る覚悟、差別されることへの恐れ、誰もが普通に望む幸せな暮らしへの夢を絶たれる人たちがいます。しかし彼らがいなければ私たちの安全は一日も保たれない。それが原発の今の姿なのです。報道特別番組、作業員が語る福島第一原発。出演、水野明子。取材報告、上田隆之。技術、亀田雄一。制作、森崎俊夫でした。